巫女、巫女やってたら就職が決まんないって言ってんの。宮司の娘として自覚を持ってください。放火に賽銭泥棒、この神社は一体どうなってるんでしょうね。日遊びしたのね、しょすれたよ。なんで君何も喋らんと。あんせ、それでは、しわしか、君がこの子のお世話をしなさい。おいおいおい、ほんと罰当たるけんね。君がやらせてるんじゃないでしょうね。どうせ男ができて子供が邪魔になったんじゃないの。いけないな、子供殴ったりしちゃ。この神社潰れるわよ、あなたのせいでね。あんたの母親の顔が見てみたいわ。お母さんが出てったのも私のせい。私たちは起こったことを受け入れて生きていくしかないんだよ。どうしてお母さんの邪魔ばっかりするの。神様、私のことが嫌いなんだよ。神様に好き嫌いなんかない。これ私の問題じゃなくて健太の問題やろ。なんで誰も健太のこと考えようとせんと。こうなったら巫女はやめていただきます。もしまた殴られたりしたらここに逃げてき。絶対罰当たるけんね。